F2 の自家主制について解説します。まずは F2 までいきましょう。ラージ A ラージ A を持つ個体とスモール A スモール A を持つ個体を交配させて F1 を作りました。ね、両親から1個ずつ遺伝子をもらって F1 が生じて、そして F1 を自家受精させましたって言われたら F1、ね、F1 の個体同士を交配すればいい。自家受精っていうのは自分同士の交配のことですから、ラージ A スモール A っていう遺伝子型を持つ個体がいるとしたら、ね、自分同士交配させる。ラージ A スモール A を持つ遺伝子型同士の交配を考えればいい。ラージ A スモール A を持つ個体の自家受精、ラージ A が入った性細胞とスモール A が入った性細胞が均等にできる。卵細胞もラージ A が入った卵細胞とスモール A が入った卵細胞が均等にできる。それぞれランダムに組み合わさるとすれば、ラージ A 対ラージ A、 ラージ A 対ラージ A スモール A 対スモール A スモール A が1対2対1の比率で生じてくる。ラージ A ラージ A 対ラージ A スモール A 対スモール A スモール A が1対2対1。これが F2 の遺伝子型とその分岐で、 F2 を自家受精させましたって言われたらちょっと困っちゃうね。あのちょっとゾッとしてほしいね。へって F1 を自家受精させましたって言われたら、 F1 は1種類しかいないから、この F1の遺伝子型、ラージ A スモール A 同士の交配をやればいいだけ。ね、F1 は1種類しかいないから、ラージ A スモール A しかいないから、それ同士の交配すればいいんだけど、F2 を自家受精させましたって言われても、F2 っていっぱいいるから、ラージ A ラージ A を持つ個体もいるし、F2 だし、ラージ A スモール A を持つやつも F2 だし、スモール A スモール A を持つやつもいるから、もう、どういうことってなっちゃうんだけど、F2 を自家受精させましたって意味は、F2 全員に自家受精してもらいましたって意味だよね。やり方は、まず F2 を野原に描きます。野原に F2 を描きます。ラージ A、ラージ A を持ってるやつが1匹、ラージ A、スモール A を持ってるやつが2匹、スモール A、スモール A を持ってるやつが1匹、野原にいますって意味だよね。ね、あの F2 の遺伝子型とその分離比が、ラージ A、ラージ A 対ラージ A、スモール A 対スモール A、スモール A が1対2対1っていう意味は、ラージ A ラージ A を持つ個体が1、ラージ A スモール A を持つ個体が2、スモール A スモール A を持つ個体が1の比率で今野原にいますよ、野原に咲いてますよって意味だからね。じゃあ F2 に自家受精してもらいましょう。それぞれ君は君同士交配してね、あなたはあなた同士交配してねっていうふうに、それぞれ自分同士と交配してもらいます。先生、ラージ A ラージ A とラージ A スモール A の子供は作らないんですかってね。でもそれは自家受精じゃないよ、ね、自家受精っていうのは自分同士交配することだから ね。じゃあそれぞれ表を書いて、子供の個性は表を書くのがね、面倒くさいっていう人もいるんだけど、初めはね、絶対表を省略せずに書いてください。それでは集計しましょう。このマスの中身が F3 のイメージだったからね、集計します。生じる F3 は、ラージ A ラージ A が1匹、2匹、3匹、4匹、5匹、6匹、ラージ A スモール A が1匹、2匹、3匹、4匹、スモール A スモール A が1匹、2匹、3匹、4匹、5匹、6匹、ね、3種類の遺伝子型を持つ子供が3対2対3の比で生じてきますよ、ね、これが F3 の集団ね。ポイントは2個あって、1個は、先生、これ、こんなマス書くのめんどくさいよ。これ、頭の中でできるから、マスは1個でいいでしょうって。1マス書けばもう十分だよ。同じの4マスも書くのは無駄だよ。ね、思うかもしれないけど、これじゃあさ、こいつの子供は4匹できてるのに、生じてるのに、こいつの子供が1匹
生じないみたいでしょ。標高しちゃったらもちろん答えも違ってきますよね。ちゃんとこいつが 1,2,3,4 4匹子供を残してるんだったら全員4匹子供を残すような評価がなきゃダメ。え？これじゃあ、ね、あの勝手にこいつは4匹子供を残すのにラージェラージェの自家受精の子供は1匹しか生まれないなんて勝手な条件を加えちゃダメ、ね、ちゃんと生じる子供の数を揃えなきゃいけない。今回だったら4匹に揃えなきゃいけない。これが1点目。もう1点目のポイントはちゃんと F2 の分離比をちゃんと再現しなきゃいけない。正確に再現しなきゃいけない。先生、同じ絵を2回描くのはめんどくさいです。これここいらなくないですかって絶対いりますよ、ね、これじゃあ答えが違ってきてしまいますよ ね絶対いります。 F21 対2対1の比で F2 のイラストを描くことは必要で、これが2セットだから勝手に省略とか、めんどくさいからちょんちょんでいいやっていうのはちょっとね、慣れないうちは やめてください、ね、慣れないうちはちゃんと4匹描いて、ま表も4セット描いてちゃんと集計してください。慣れてきたらちょんちょんで済ましてもいいけどね、あのこれは同じのが2セットあるよって済ましてもいいけど、慣れないうちは絶対に F2 の分離比を正確に、子供の数も正確に、ね、ちゃんと省略せず F2 の分離比を描いて同じ数ずつ子供を残して最後に集計する、この作業を、飛ばさずに必ずしっかり、手順を踏んでやってみてください、ね、集団の自家受精 F3 の分離比の出し方でした。